アフタースクール7、ドラマ、4子、から突然降板を宣言、制作会社と対立 AFTERSCH。OOL の7がドラマ、4子、に対して契約解除の通知書を送り、ドラマから降板することになった。23日午後、7の所属事務所プレディスエンターテインメントの関係者は、応戦との取材で、ドラマ、4子、に契約解除通知書を送った。契約関係は法律上正式に終了した。現在、法律対応のために整理中だ、と伝えた。7は、4子、で刑事予輪役を務め、パクヘジンと共演していた。しかし、4子はこれに先立って制作人と制作会社の対立により撮影が中止となり、最近撮影再開を決定したが、7はここに合流せず、ドラマから降板することを決めた。しかし、ドラマの制作会社は、プレディスエンターテインメントと話し合いをしてきており、7も撮影の再開に肯定的な意思表示をしていた。7は法律上正式に契約解除もしていない。7の合流を考えて撮影スケジュールを組んだため、困惑している。7の撮影合流を待っていると明かし、意見が対立している状態だ。4子は母親の謎の死を暴いて言っていたある男が、自身と同じ顔の人間に一人、に、ピンと出会い、さらに大きな陰謀に巻き込まれるファンタジーロマンス推理ドラマだ。当初、4子は、星から来たあなた、のチャンテユ監督のカムバック作として注目を集めたが、制作、会社と対立したチャンテユ監督はドラマから降板し、キム・ジェホン監督が新たに演出を務めた。7による降板の意思表明により、ドラマが無事に制作できるのか関心が高まっている。パク・ヘジン主演の新ドラマ、4子、制作会社のコメントに監督が反論、賃金はまだ未払い状態だ、パク・ヘジン&アフタースクール7、ドラマ、4子、ロマンチックなキスシーン公開、菜の花畑でプロポーズ。